富士壺、富士壺、富士壺、富士壺は、富士山上の石灰質の殻を持つ固着動物である。大きさは、数ミリから数センチ。甲殻類、富士壺亜木に分類される。19世紀初めまで、富士壺は、貝などと同じ軟体動物であると考えられていた。しかし、エビ、カニなどの甲殻類と同じく自由遊泳性の、 ノープリウス養成として付加することが1829年、JV トンプソンにより明らかにされ、甲殻類に分類されるようになり、19世紀半ばには、チャールズ・ダーウィンが、富士壺の系統的な研究を行い、富士壺の分類学的な基礎を築いた。富士壺は固着生活に適応しているため、体の構造が他の甲殻類とは大きく異なる。エビ、 カニなどが歩行に用いる足、付却に相当する部分は、鶴状の満脚となり、海水中のプランクトンを露過して食べるために用いている。体を覆っている殻とそれを閉鎖する蓋は、エビやカニの廃校に相当する。東京部背面の外骨格に由来する街灯から分泌され、軟体動物門の貝類の殻のように生涯、成長を続けるが、殻の内部の満脚や街灯は、成長に応じて脱皮し、 殻の内部から外に廃棄される。この脱皮核は沿岸部ではプランクトンネットなどで高確率で採集され、また海岸に打ち上げられているのをよく見かける。陽性が着底するときにすでにた答えが固着している。金傍を選択する性質を持ち、群生して生活している。これは動き回って繁殖相手を見つけることができないためと考えられる。また、私有動態であるため、 固着生活でも効率的な生殖が可能である。私有動態ではあるが、自家受精することはほとんどないと考えられ、通常は隣接する個体と交尾する。隣、あるいは数個体分の距離にまで離れた個体まで届く、無知状の長い優性生殖器を持っており、これを届く範囲の近傍の個体に挿入することで、交尾を行う。受精卵は殻の中に保たれ、 孵化すると、ノープリウス陽性として、外に出てくる。ノープリウス陽性は自由に遊泳し、海水中の植物プランクトンなどを捕食する。1ヶ月程度で、二枚以外や、甲殻類の貝い虫類、海ホタル類によく似た、キプリス陽性に変態する。キプリス陽性は代謝のレベルが低く、餌を食べない。このことから、チャールズ・ダーウィンは、キプリス陽性のことを、動くさなぎと呼んでいた。 キプリス陽性は海底を動き回り、固着生活に適した場所を探す。適当な場所は固着生活に適した場所に固有の微生物症によって判別され、さらに特にすでに生体が固着生活を営んでいる場所が見つかると、その近傍で頭部の触角にあるセメント線から固着物質を付出して接着、さらに脱皮して変態し、 廃校由来の街灯から石灰質の殻と蓋を分泌し、固着生活に移行する。世界中の海洋の長官隊から深海にかけて生息している。淡水に生息する種は存在しない。岩や船底、他の動植物などに固着し、全く移動しない。長官隊の岩の上ではしばしば優先し、またはっきりした体状分布を示すことが多い。 一酸ゴ類やクジラの皮膚に固着する、フジツボの場合、しばしば宿主の体組織に食い込み、埋没して、殻の口の部分だけを外に覗かせている。二枚外洋食の面では、フジツボは殻や基板の表面に付着して、塩同士を悪くし、成長を鈍らせてひどい場合は変死させてしまう。これによる被害が、各地の養殖場で報告されている。東北地方では、 大型種のミネフジツボをツボガキと呼び、食用とする。従来は養殖のホタテに付着する邪魔者という位置づけであったが、近年では数センチの大きさに成長したミネフジツボが青県から出荷され、高級食材として市場に流通している。流通するミネフジツボはホタテ養殖の副産物、もしくはそれらをさらに養殖したものである。 出荷できる大きさに育つまで数年を要することや、群生した個体を処理する手間を要することなどから、1ラムあたり数千円程度の価格で取引されている。チリやカナダでも大型の富士壺が食用にされている。二枚貝と同様に露過接触をするため、砂や泥を吐かせてから調理する。殻ごと塩茹でにするか蒸して、殻の中の少量の実を味わう。 カニと卵の中間のような味と言われる。小型のものは、出汁として、味噌汁などに使われる。富士壺が船底に付着すると、水流の抵抗の増加、船舶重量が増加、エンジンの冷却水路の効率低下など、様々な悪影響を及ぼす。この結果、船のスピードが鈍り、燃費が悪くなってしまい、船舶を用いた、経済活動に負担がかかる。 アメリカ海軍でも定期的に富士壺除去をしており、燃費ロスも含めると年間10億ドル規模の経済損失があるとされる。これを防ぐため、船舶の喫水船など外反に防汚塗料としてアサンカ銅を塗布することが多い。以前は防汚機能を持たせるため毒性が強い。有機鈴化合物が使われ、深刻な環境汚染を引き起こしたことがある。蒸気タービン式発電所。 原子力発電所や火力発電所などの冷却水取水口にフジツボなどの海洋生物が大量に付着し水路が目詰まりすることで冷却効率を下げてしまうことがある。フジツボは体内に亜鉛などの重金属を蓄積する性質がある。このためフジツボは海洋汚染の調査に用いられている。藤ア暗クは エビやカニと同じ節足動物門校かクアモンに分類される。富士ツボアモクを含むカンムネウアメには29カが属している。主な海分類としては以下のごとし。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。